オルファは大阪府大阪市東成区に本社を置く、世界で初めて折る刃式のカッターナイフを製造、開発した日本の刃物会社及びそのブランド名である。1956年、岡田商会の創業者、岡田義夫という青年が、ガラスをガラス切りで傷をつけて割るように切断することと、昔 GHQ からもらった、格子状に切り込まれた板チョコレートを折るのを思い出して、着想し、使い込んで鈍った刃の先端の部分を折って捨て、刃の次の部分を先端として使うようにするカッターナイフを提案、特許出願をした。最初は評判が悪かったが、やがて口づけでそのことが広がり、人気を集める。岡田商会は資金繰りが悪化し、1967年に一旦清算。義夫ら4兄弟で岡田工業を設立した。この折り刃式カッターナイフは岡田商会が原点であるということで、ブランド名をオルファをもとにオルファとした。オーリャにしなかった理由は、H の部分を発音しない言語が存在するためである。岡田工業は1984年に正式社名をオルファに変更。刃の寸法や折り筋、角度などはすべてデファクトスタンダードとなり、名実ともにオルファ式カッターの世界ブランドへと成長していった。オルファの製品には黄色を主体にした製品が多い。黒色の製品でも1ポイントに黄色を用いている。これはカッターナイフは刃物であるため、不意に怪我などをしないよう道具箱の中でも目立つようにするためである。オルファではその黄色は卵の黄身の色に近い温かみのある黄色と表現している。ロータリーカッターはイギリスのテーラーメイドで使われていたハサミに代わる。ものとして考案された。オルファの世界初発明品である。オルファ式カッターのすべて誕生日はオルファのホームページ。ただし、板チョコレートの溝は本来は折り線ではない。第1号製品は現在もオルファ本社に保存されている例としてフランス語。フランス人はハウの発音ができずアウになってしまう。工具の本2009株式会社学習研究者2009年。ありがとうございます。